出入国在留管理庁、英語、イミグレーションサービスエージェンシーとは、日本における出入国管理、在留管理、外国人材の受け入れ、難民認定などの外国人関連の行政事務を合わせて管轄する法務省の外局である。法務省の内部部局であった入国管理局、英語、イミグレーションビューローを前進としている。 公務省の外局である出入国在留管理庁は、出入国管理行政を所管しており、地方出入国在留管理局、同士局、出張省及び入国管理センターが設置されている。出入国在留管理基本計画及び出入国管理基本計画に基づいて、外国人の入国及び在留の管理に関する施策を実施している。戦前、 日本の出入国管理は内務省の所管であり、1918年の外国人入国に関する県、1939年の外国人の入国、滞在及び退去に関する県の内務省令によって、地方長官と外事警察によって外国人に対する取締り活動が警察活動の一環として実施されていた。敗戦後、1947年に、 内務省が解体、廃止され、外国人の出入国管理は連合国軍最高司令官総司令部の管理下に置かれていたが、1951年に GHQ の勧告によってアメリカ合衆国意味運行の影響を受けた出入国管理令がポツダム命令として制定された。同令はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく 外務省関係署命令の措置に関する法律により、出入国管理及び難民認定法に改大され、現在も有効である。1949年に外務省管理局に入国管理部が設置され、さらに外務省の外局として出入国管理庁が発足した、その後の外務省の外局としての入国管理庁を経て、外務省から法務を所管する官庁である。 法務省に遺憾された。このような変遷を経た出入国管理当局の当時の主な行政課題は在日朝鮮人の管理、取締りであった。なお、廃線によって朝鮮半島は日本の管理から除外され、在日朝鮮人は外国人登録例の対象になるが法的に在留外国人となるのは平和条約発行の時点である。 外務省の外局として発足した経緯から、1990年代前半までは、本省入管局長に外務省からの出向者がナンバー2である官房審議官に検事が当てられるなど、法務省内における戸様扱いが続いた。その後入管行政の需要対応強化のため、1990年代後半以降はその逆となり、 さらに2019年までは国家公務員一種試験で採用されたプロパーである、法務キャリアが局長以下、官房審議官、各課室長を占め、密留職検事は局内に1名のみにまで減少していた。出入国在留管理庁発足時点では、次長、総務課長、出入国管理部審判課長が密留職検事である。 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため2019年4月1日より出入国在留管理庁が設置され入国管理局は廃止となった。出入国在留管理庁は所掌事務に出入国及び外国人の在留の公正な管理を かかることに関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とすることが追加され、出入国、在留管理についての政府内の取りまとめを行うことになった。体制の変更については、このような入国管理体制の強化により、今までの在留資格の水際対策だけでなく、近年増加しつつある不法滞在者の摘発などをより、 総合的に実施できるようになったとの評論がされている。出入国在留管理庁の看板除幕式法務省の該当の項を参照出入国在留管理庁の幹部職員は以下の通りである。入管による入国者への敵対的な措置が人権を蹂躙し国際法にも違反しているとして国内外から批判されている。日本では難民申請が受け入れられにくく。 2016年に難民認定申請を行った者は1901人で、このうち申請が認められたのは28人、在留資格を得たものと合わせても125人となっており、申請者のわずか1%に過ぎない。揮発用を浴びるなど派手なパフォーマンスで一時報道を賑わせたクルド人男性不死は、クルド人なので本国では、 迫害を受けるという理由で難民申請し、UNHCR からも難民として認定されていたにもかかわらず、難民不認定の取り消しが認められず、2005年1月17日仮方面の更新申請に出向いたところを強制収容され、翌日強制送還された。難民不認定を不服として、各地の入管を相手に継承中のミャンマー人原告に対し、 代理人弁護士を介さず難民認定を再申請すれば在留特別許可を与えるなどと裁判外の交渉を打診していたことが報道されている。収容施設や入国者収容所の医療体制の不備により収容者が適切な治療を受けられていないと指摘されている。例えば2014年11月に 東京入国管理局の収容施設で死亡したスリランカ人男性は胸の痛みを訴え治療を求めたが病院には搬送されず数時間後に急性心筋梗塞により死亡した2017年3月に東日本入国管理センターで死亡したベトナム人男性は収容当初から体の痛みの訴え3月17日には口から泡と血を吐き失神する症状が出るも 病院で治療を受けられず、21日には入管内で医師による治療を受けたが、胸部のレントゲン撮影、痛み止め、湿布剤が出されるにとどまった。24日も朝から痛みを訴えたが、治療は受けられず、夜になると男性から反応がなくなり、男性が倒れていることに気づいた職員が、AED による蘇生を行った。25日午前1時になって、 ようやく救急車が到着し救急隊員により心肺蘇生が行われたがすぐに死亡が確認された。2017年5月には環境改善の要望書を東京入管に提出するも入管側が受け取りを拒否したことに橋を発し東京入管や名古屋入管の収容者約100人によるハンガーストライキが行われた。二千十七年九月には二千十四年三月に 東日本入国管理センターに収容されていたカメルーン人男性が7時間以上苦しんだ末に死亡した件に関しカメルーン在住の男性の母親が国と当時のセンター所長を相手取り1000万円の損害賠償を求めて提訴した。こういった現状に対し法務省は2010年から収容施設の運営を監視する機関として入国者、収容所等視察委員会を設けており、 前述のスリランカ人男性のケース等に収容所の対応が不適切だったとの判断を下している。また、支援団体等から国に対して、再三改善要求が出されているが、なかなか改善が進んでいないのが実態である。2021年3月6日には、名古屋出入国在留管理局に収容されていたスリランカ人女性が、健康上の理由で、 仮放フや外部病院での治療を求めていたが、認められず、病状が悪化し死亡した。外国人が日本で生活する中で直面する多様な悩みなどに、対し、いわゆるワンストップサービスの一環として、出入国在留管理庁と地方自治体を中心とする複数の機関が IT も活用して連携し、相談窓口の一本化が進められているが、先進的とされる地域でも、 人材不足が深刻なほか、自治体によるワンストップ型相談センターの設置自体も予定通りには広がっていない。ありがとうございます。